そのままレイアップに持っていくようなロールターン、これちょっと実演してお見せするんですが、はい、こんにちは、中川です。前回の動画でですね、この例えば速攻の流れの中で相手がコースに入ってきた時にロールターン、これをしてシュートに持っていきましょうっていうお話をさせていただいたんですが、今回はですね、ちょっとそれのちょっと変化系というかですね、もう一ひねり入れたシュートフィニッシュ、これをご紹介したいと思います。で、今、実践してお見せしたように、相手にこのようにこちらを割ろうとした時にコースに入られました。で、このようにロールターンしてシュートっていうのは、一つ狙っていきたい技なんですが、今やっているステップは一度このようにピトッと足をつけてターンして打つっていう、まあ、オーソドックスな、ステップを取ってます。で、これをですね、少しこうもう流れの中で、そのままレイアップに持っていくようなロールターン、これをちょっと実演してお見せするんですが、割っていくように見せてこういうレイアップですね。今のステップですね、ドリブルをやめ際にバーンバッバンレイアップっていう形で回りながらレイアップに持っていく、このステップです。これもう相手と完全にコースに入ってきて自分のシュートレーンがしっかり確保できていそうな時はこのステップも流れの中で使っていくことができます。で、ここからアタックしていった時に相手が回り込んできたんでこっちに回ってシュートですね。これも少しちょっと難易度はありますけれど、流れの中でトップスピードで、相手と完全に場所が入れ替わったらできますね。はい、ちょっと上級的な、ムーブになりますけれども、ぜひあなたのゲームでもですね、こういったシチュエーションが来たら、トライされてみてください。それでですね、今回は速攻のシチュエーションのシュートフィニッシュの一例をご紹介させていただきましたが、これ以外にもですね、この動画の説明欄の方で、実践的なワンオンワンのドリブルムーブですね、試合で使える、かなり効果的なドリブルムーブをご紹介させていただいております。説明欄にその動画をゲットできる登録フォームがございますので、ぜひその4つの動画レッスンをゲットしていただいて、あなたの大切なゲームでご活用いただけたらと思います。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。